皆さんこんばんは。澄み渡る夜空の下、スタジアムは試合開始の時間が近づいてきました。注目の一戦をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、すごい試合になるでしょうね。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。今試合開始のホイッスルが吹かれました。でシルベストリが顔を出します。ここはフリーキックです。警告はありません。バンバ、さあここはクリスティアーノ・ロナウド。フリーキックから試合再開です。特にイエローは出ないようですね。ラビオ、リードを奪いたい。決まった、先制ゴール。序盤から得点が生まれています。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。このゴールで勝ち越されました。監督も苦虫を噛みつぶしています。レーテデラフォーマチョネオスピテCon il numero 25, Adrien Rabiot. Lorenzo De Silvestri. パスを出した先は相手の選手。ロドリゴ・パラシオ。いい位置です。これは入れさせない。素晴らしいスルーパス、前のスペースを狙う。ここはキーパーが見事に対応。さてスタジオから情報が入ってきました。さあどうする、ピンチが続きます。弾きましたがここはプレーを切りたい。このミスは痛い。相手にパスを出しました。このパスは読んでいました。ドルベリー。PK です。
ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。冷静に PK を決めました。PK は決めて当然ですが、状況によって成功率が下がることもあります。ここは落ち着いて蹴れましたね。どうやら他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。スタジオとつながっています。はい、1点目のゴールがエラスベローナに生まれました。現在スコアは1対0、時間は20分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。ダニーロ流しています。プレーオンです。何を狙うのか。ここは激しく行きました。主審は警告を出すでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。監督はイエローカードを受けたことが悔しいようですが、あまり引きずらないことが大事です。ここはインターセプト。しっかり予測していました。奪った。一転してチャンスだ。反撃が始まるか。クリアでしのぎます。危ない場面でした。ロングパスでサイドを変えてきます。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ゴール前に入ってきました。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。ボールはラインを割ってゴールキックになります。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。ロドリゴ・パラシオ、ボールをドリブルで運んでいます。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、シュート。これは決定機の阻止とみなされるでしょう。レッドカードが出るでしょうか。これはレッドカード、退場です。いやー、これは止めるしかなかったでしょうか。判定に対し監督も厳しい表情を見せています。いい距離ですね。ゴールを狙いそうです。壁越しに蹴ったボールがゴールの外へ逃げていくように曲がっていきますね。見事なフリーキックでした。別のアングルからご覧ください。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。レテdella formazione ospite con il numero 7 Cristiano Ronaldo。 相手に奪われます。
スルーパスが通っていればかなり危険な状況に陥ったでしょう。ボールを失いました。カウンターアタックのチャンスです。ディバラ、アルトゥール、ディフェンダーがブロックします。素晴らしいゴールです。相手の隙をうまくつきましたね。攻め込みすぎたのが原因ですね。カウンターの危険を常に注意しておくべきでした。相手を圧倒するゴールが決まりました。守備側は後手後手に回っちゃっていますね。ギャリー・メデル、でシルベストリが顔を出します。でシルベストリ、ここでインターセプト。これはサイドを上がれそうです。このシュートはブロックされました。いい位置でカットした。何を狙うのか。うまくボールを奪った。スコアは4対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半戦キックオフ。クリスティアーノ・ロナウドがボールを失いました。レフェリーはアドバンテージを見ています。ここで決められるか。止めた。ボールが転がる。ボールはラインを割りました。コーナーキックですね。主審はよく見ていました。ここでこのコーナーキックはキーパーが弾き返す。ここはフリーキックを与え、選手交代です。ピッチを去る選手にサポーターからは大きな声援が上がります。交代するのがもったいないくらいですね。素晴らしかったです。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。試合の途中ですが他会場でスコアに動きがあったようです。はい、2点目のゴールがサンプドリアに生まれました。現在スコアは2対0。時間は51分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。福西さん、これまでもいろいろな移籍の話が持ち上がっていましたが、ついに正式に決まりましたね。年が年だけにおそらく最後の移籍になるでしょうね。プレイだけでなくまとめ役としての統率力も期待されているんじゃないでしょうか。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。でシルベストリ、さあどうだ、どうする、どう動くか。Si ricorda il gentile pubblico che le auto parcheggiate in divieto di sosta verranno rimosse forzatamente. ボールは外に出ました。スローインです。どうやら他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。スタジオとつながっています。はい、2ゴール目がインテルに生まれています。現在スコアは2対0。時間は58分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。ディフェンスがうまく対応。盛り上がりを見せるセリエ A ですが、ここでホームチームの次節の対戦相手をご覧ください。ここでボールロスト。いい形でゴール前まで持ってきました。
キーパー止めましたがまだインプレー。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。さて、他会場の試合でスコアに動きがあったようです。はい、1点目のゴールが取り、いいパスだ。またもピンチか。ギャリー・メデル、少し前を狙いすぎましたね。キーパーが処理しました。思い通りにパスを通してきます。ここで試合が止まります。選手が倒れていますからね、一旦外。外に出されるでしょう。選手が一旦外に出されました。ピッチ上の人数が少ないですから気をつけたいですね。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。パスが通りません。ディフェンダーが振り切られます。これは危ないですよ。落ち着きます。キエッリーニのクリア。ここでセリア次節の情報をご覧ください。あ、チャンスだ。マークを外せない。体に当たった。ニコラス・ドミンゲス、激しく競り合っています。来たか。ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね、ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。スタジオから情報が入ってきました。他会場の試合で得点があったようです。はい、3ゴール目がサンプドリアに生まれました。現在スコアは3対1、時間は84分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。攻撃の流れを切ります。クリアですがここは味方につながりません。このプレーはオフサイドです。ボールを奪われます。ここはよくスペースが見えていました。前でインターセプトした。絶好のチャンス。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、素晴らしい。試合終了です。アウェーチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないでしょうか。これは次節も期待できそうです。